ジャンバティスト・カリエジャンバティスト・カリエは、フランスの革命政治家である。なんとの歴史系で有名。オーリアック出身。交渉人。フランス革命が勃発すると熱心に支持して、1792年9月に国民公会議員に当選。山岳派に属した。国王裁判では、死刑票を入れ、即時執行を主張。革命裁判所の創設にも尽力した。 ジロンド派追放後、派遣議員となって最初のルマンディ地方に派遣され、次にバンデの反乱で脅かされていた南都市に派遣された。南都では革命への宣誓を拒否したカトリックの非宣誓司祭、反乱軍の捕虜、その子供たちをロワール川に穴を開けた廃線を浮かべ底に詰め込んで溺死させた。刑は1793年11月から2月に、 かけて複数回行われたが、回数や犠牲者の人数は定かではない。歴史系はカリエにより、公安委員会に報告されていたが、黙認されていた。1794年2月、マクシミリアン・ロベスピエールのお気に入りマルク・アントワーヌ・ジュリアンが南東を訪れた際、カリエから激しい洞渇を受けたことをロベスピエールに訴えたことから、カリエは、 何との派遣議員を解任となり、パリへ戻る。テルミドールのクーデターで活躍し、ロベスピエールの後継者を辞任したが、すぐに失脚。国民公会の追求を受け、大量虐殺で告発されて、パリのグレーブ広場で処刑された。ありがとうございます。